ですね、私が3日寝ないで考えたですね、営業の達人になる方法、特にこれ若い人にですね、20代向けってお話だったんで、20代の方とか30代の前半の方とかに、話したい。もし自分に万が一のことがあったら、娘とかにもこれを見せたいと思って今回考えました。ちょっと自己紹介させてもらいます。株式会社おくりばんとっていう会社で今会長をやってます。4人の会社なんですが、社長と会長と社員2人でやってる会社です。で、広告とかいろいろ PR とかの、授業をやってて、そこで、やってます。で、私はまあ営業23ぐらいから始めて、もう45だから22、3年ぐらいやってるのかなっていう感じです。でですね、まず達人になるっていうことでですね、エンタメの達人ミッキーマウス、映画の達人黒澤明、ラーメンの達人達麺ラーメン二郎、この3つの共通項、この共通項っていうのは何かって分かる人います？この3つはですね、まず長くやってるんですね。達人っていうのは一発屋じゃいけないんです。長く続けてるずっとっていうのがまず重要で、島耕作もいきなし会長になってる、もういろんなことがあって会長になってる。だからとにかくどんどんやり続けてきたっていうところが、やり続けるっていうことが重要なんですね。で、意外とですね、死ななかったっていうか、俺27で死ぬと思ってたんですよ。みんな好きな人死んでたから。でも死なないんです。で、こんだけ俺本当毎晩酒飲んで毎日ラーメン食べてるんですけど、意外と45でも死なないんですよ。だから人生100年時代だから、とにかく時間がかかると、一兆もうすぐにいかない、即効性が何もないから、ゆっくりやるしかないと。とにかく長い時間やっていくって、続けられることっていうのが要は、一流や達人になるということです。じゃあそのためにですね、続ける達人を目指すために3つ今日はちょっと皆さんにお話ししたいと思います。まずですね、金曜日の17時、休みの前の日の17時の段階で決まったと思い込む。何かっていうとですね、お客さんいますよね。で、いろいろ営業してますよね。月曜日から金曜日とかまでずっと営業していって、検討しますって言われたら決まったと思ってください。面白いですねって言われたら、それはもう決まったら、やるってやりますって言った場合は予算倍ぐらいになるっていうふうに思ってください。で、もう二度と来ないでください限りは基本的には決まったと思い込む。で、金曜日の17時の段階で決まったと思って追い込んでください。できれば15時ぐらいでやった方がよりいいですね。で、さらに高みを目指していくとですね、アポが取れたらもう決まったと思う。月曜日のアポが入ってたら、火曜日のアポが入ったら、もうそれは決まったんだと。で、問い合わせが来たら、それも決まった。で、資料ができた。資料作りました。もう作った。面白い。あれ、最高の資料。決まったと。とにかく、金曜日の段階では決まった。うまくいった。全部良かったっていうのを思うんですね。その時に、ああ、今月どうしようとかって、来週どうしようなんて思わなくていい。もうとにかく決まった。ふわっと決まった。みたいな。っていうテンションで、まずやるとですね、まずやると。でですね、一人一人コップのサイズとラテの量っていうのは全部違うんですね。例えばこのショート、これショートなんですけど、水はほとんど溜まってない。でも中にはこのベンティーの人でもここまで溜まっちゃってる人がいるんです。一人一人その器が違うし、それの入ってる水の量が違うから、とにかくこぼれさせちゃいけないんですね、長くやるためには。だから土日に仕事なんてしちゃいけないんですよ。遊ばなきゃいけない、溜まっちゃうから。そう、とにかくこのね、ラテを減らしていくっていう作業なんですね。ラテをどんどん減らしていくっていう作業をするから、だから土日にそこで仕事どうしよう、ああ決まんなかったらどうしよう、やばいやばいとか思ってたら、どんどんこれラテの量があって溢れちゃう。だからこの無理をしてでもですね、こぼしちゃいけない。で、こぼしていいのがですね、背脂とね、日本酒といくらだけなんですよ。それ以外は全部こぼしちゃいけないんです。で、
まずこれを分かった上で、とにかく今日ここに来てる時点で間違ってるんですけど、休みの日にこんなことを来ちゃいけないんですよ。だから仕事なんてしちゃいけない。だからそういうメンタリティ、決まったんだ、決まったんだから、じゃあ何にして遊ぼうかっていうことなんですね。なんで土日、金曜日の夜からですね、金土日は遊んでください、仕事なんてしなくていいです。でまずこの決まったと思い込めたら、次にどう遊ぶかっていう話、ここがすごく重要で、俺もちょっといろんなこと遊んできたんですね。飲みとかスナックとか DJ やったり、釣りやったり、筋トレやったりとか、もういろんなことやったんだけど、この、水色のやつは合わなかったと、はまりきれなかったという。例えば最近学食のカレーっていいなと思ったけど、あんまはまりきれなかったんですね。学食何軒か行ったけど、釣りとかもやったんですけど、朝早いの苦手だし、はまりきれなかった。だからとにかくいろんなことをしてですね、まずとにかくやってみる。で、はまるという行動、一個はまるものを見つけてもらいたいって。例えばじゃ今回ラーメン二郎巡りを例に挙げるとですね、これ、2019年なんですけど、1年間で108回ラーメン二郎に訪問したんですね。で本当にいろんなとこ行って訪問して、でこんだけ訪問するとどうなるかっていうとですね、これいつも一緒に行ってる友達なんですけど、所詮寿司屋は醤油を食うところ、焼肉屋はタレを食うところ、たこ焼きはソース、焼き鳥は七味、ラーメン二郎は神羅万象を食べる御所って書いてあるんですけど、狂ってる、すげえ狂ってるって、この通りで狂うんですね。狂うぐらいハマるっていうか、まさに狂うと。じゃあ狂った時に何が見えてくるかというか、来るといろいろ気づく。これ何に気づくかっていうとですね、まず108回食べたって自分の中ではすごいなっていうか、こんなに食ったんだと思うけど、中には400杯食べてる人います、1日2回以上。おすげえなみたいな、なんかもうレベチがいるんですね。でハマればハマるほど世の中ってすごい人がたくさんいるんです。例えば最近 DJ を始めて、 DJ をやってるんだけど、やればやるほど本当にすごい人たちがたくさんいる。もう自分がどれぐらい浅はかだっていうか、ああダメだなって、全然でき分かってねえなって、やればやるほど自分のその小ささが分かるというかですね、っていうのを気づくと。で例えばラーメン二郎とかにも本当にいろんなこと気づくんです。例えばラーメン二郎って、あの食べて自分でこうやってごちそうさまで下げて、静かにこうやってみんな並んでるんですよ。これまずこうやって並んで静かに、で近隣住民からほら、あの苦情が来たら営業できなくなっちゃうから、客もこうやって静かに並んでる。もう本当にね、あんなにマナーがあのしっかりしてる場所ってないぐらいちゃんと並んでて、ごちそうさま下げてやるって、これって営業でいうとお客さんがレポート出してくれるもんなんですね。あの提案してあやりましたって言った時、あレポート出しておきましたってぐらいラーメン二郎ってやってくれてて、ってことは経営の真髄がここにあるんじゃないかなとか、営業の真髄があるんじゃないかなって、じゃあそれは何でかっていうところとかも気づいてくるんですね、いろいろ。そしてですね、いろんな達人に会うんですよ。よくラーメン屋行って最初から胡椒とかかけちゃう人とかいるじゃないですか。何最初から味変してんだよって、もう後戻りできねえじゃないかってみんな思うんですよ、最初の方は。ただね、じゃあこの人が200回食べてたらどうですか。最初からもう分かってるから、初めてじゃなくてもう200回食べてる可能性があると。でその味変を最初からしてる人に分かんない段階ではなんだなとか思うけど、その所作とか見てるとやばみたいな、もう分かった上での最初からの味変なんだとかいうふうに気づくんですね。最初に豚を全部食べちゃう人とかいるんですよ。それも分かってる人だったらもういいじゃないですか、分かってるんだから、っていうのがね、あのいろんなすごい人たちに会う。ですごい人たちに会うことによってですね、自分がどれぐらいダメだったかと、要は知ったようで全然知らなかったかっていうことが分かるんですよ。で一個そういうことが分かると、例えば提案資料一つ取っても、この資料でいいのかなとか、本当にいいのかって、だってラーメン二郎そんな400杯いってる人いて俺108全然違うじゃんみたいな、もっとできるんじゃないかみたいなところも考えられるようになるんですね。で一個これハマり方が分かれば、次の遊びをするのも全く全部一緒なんですね。その掘り方とか探し方っていうのは、一個ハマれればそれと同じやり方を横展開どんどんできていく。それはもう仕事にも全く同じかとか言って、なおかつ遊びをちゃんとやってるとですね、働く時間がなくなるんですよ。バカバカしくて、あのそこでの学びの方が多かったりするから、よりなんて言うんだろう、ちゃんと遊んでいくと仕事する時間が超
なくなるからすごい効率的になるんですね。一瞬で決めようと。ただそこで遊んだ分の学びがあるから、さっきのラーメン二郎のとかいろんな学びがあるから、効率的にですね、決まるようになってくる、分かってくるから。長時間働けなくなる、働く時間がなくなるんで、短期的にパンって決めようと。そのためにはどうするかっていうのを考えるようになるんですね。非常に効率的に、決まっていくと。そしてね、金必要なんですよ。遊ぶ場合ってどうしても金かかるから。で、特に営業職って、売れてりゃなんとなく給料って上がるじゃないですか。とか、歩合とかもあったりするじゃないですか。稼ごうと遊ぶために。っていうメンタルになっていくという。で、このまず2つ。まず、思い込んだ後に、そして遊ぶということを、覚えてもらいたいということですね。そしてですね、その3つ目。人はそれぞれなんですよ。人はそれぞれなんですよ。こんなにいいラーメン二郎、最高なのに、そのラーメン二郎でさえ食べたくないって人がいるんですよ。でも、そう、だって人ってそれぞれだから。好きな人もいれば嫌いな人もいると。音楽だと好きな人もいれば嫌いな人もいるとか、いろんな考えがあるんですね。とにかく人はそれぞれだということを知ると。そして、例えばこの話もね、今俺がこの話してる話も、お前はねってふうに、お前はそれでよかったんだよねって思う力、お前はな、よかったなって、成功したなって、でとにかく鵜呑みにしない、信用しない、で本読めっていうのも、遊べっていうのも、自分に合えば受け入れればいいし、盲目にですね、この人は営業のなんとかだからとか、成功者だからとか、なんとかだからとか言って信用しないということ、お前はなって、お前はねよかったですねって、私は違いますよっていう精神を持ちつつ、いいとこだけ受け入れていくというふうにやってですね、やってもらいたいというふうに思います。でまとめるとですね、まず17時の段階、できれば15時、休みの前の15時の段階で全て決まった、順風満帆だ、ああよかったって、今週よかったなって、よし遊ぼうと、で思いっきり遊ぶと、遊ぶ場合はもう極めるぐらい遊びましょうと、で人はそれぞれなんですよと、鵜呑みにしないっていうことを、学んでいければ達人になるんじゃないかなっていうふうに思います。どうもありがとうございました。